この10年以内に人間を月に送り出すっていう宣言をします。じゃあなんでケネディはそんな約束をしたのか。宇宙で巨大な宇宙ステーションを組み立てて月にですね基地を建設ができたかもしれない。この時はドッキングした瞬間にコントロールが取れずにですね1秒間に1回のスピンが始まってしまったんです。今からですね何年前だ47年前のですね夏、月に行ったですねアポロ11号の話をしたいと思います。もともとは話は遡ってですね1961年にですねケネディ大統領がですねその前の年1960年のですね11月ぐらいにアメリカの大統領選挙をですねでこの時にですね屋外に記者会見場でですねケネディ大統領はまあ歴史的な演説をやるわけですね。この10年以内に人間を月に送り出すっていう宣言をします。こっからですねアポロ計画というのはスタートしました。で69年の7月っていうのはですねこの締め切りギリギリにやっと成功したということなんですね。じゃあなんでケネディはそんな約束をしたのか。1957年ですね僕が生まれる1年前ですねソビエトがスプートニク衛星っていうのを打ち上げに成功しました。これがですねスプートニクショックってやつです。これがスプートニク衛星っていうやつですね。アメリカはですねこのスプートニク衛星を打ち上げられて大パニックになりました。ほぼ90分で一周地球をするんですけどもこいつからピー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 と音が出てきてですねアメリカ人はラジオでそれをいつでも聞くことができるわけですね。でスティーブン・キングはですねその恐怖っていうのをホラー映画をたまたま見に行った映画館で幼い日の作家スティーブン・キングはですね映画が始まると思ったらいきなり支配人が出てきてですね真っ青な顔をしてソビエトが人工衛星の打ち上げに成功しました。彼らはそれをスプートニクと呼んでますって言ったらですね映画館中の人がパニックになったっていうその日の思い出書いてるんですよ。でスプートニクショックという言葉は僕らも知ってたしウィキペディアにも載ってるぐらいです。なんでそんなショックなのか。つまり建国以来攻められたことがなくてもし戦争になったとしても内陸まで攻め込まれることが絶対ないと思っていたアメリカ人にとって宇宙空間にまでミサイルを打ち上げてそこから原子爆弾を落とされるっていうことがですねいきなりリアルなものになったんですよね。これがそのスプートニクショックの本質でした。僕ら日本は島国ですからですねどの国から攻められてもあっという間に例えばそれは岐阜に住んでる人もソ連とか中国が侵攻してきたらあっという間に岐阜ぐらい来るとかですねそんな感覚あるんですよ日本狭いから。でもアメリカ人でその感覚は実はもう本当に全くなかったんですよ。ニューヨークはともかくロサンゼルスはともかくそこら辺はなんかあるかも分かんないけどもまさかワシントンはとかですねまさかボストンはまさかフィラデルフィアっていうふうに思ったわけですね。ところがこのスプートニクショックでですねソ連が宇宙にまでミサイルを打ち上げることができると分かった瞬間に大ショックだったんですよ。そこから原爆落とされるというショックになってきたわけです。その時にアメリカ人はとにかくスプートニクショックがあったから早いこと人間を宇宙に打ち上げなきゃダメだというふうに思ってたわけですね。 MISS 計画と呼ばれました。満員スペース数ですと。もう今すぐに誰でもいいから宇宙に打ち上げろというマジでそんな計画名ができたぐらいなんですけどもケネディが約束したですね10年以内月に行くとどうやって行くのかです。その昔ですね考えられたのはですねまあいわばこういう方式ですね。宇宙飛行士乗っけてでっかいロケット作って羽つけてバーッと噴射して宇宙に上がっちゃえばいいじゃんと。でこれがこのまま月にこうボーンと着陸してこっからはしご出して降りてって月探検して帰ってきてまたここに乗ってバーッと火吹いてこのまま地球に帰ってくりゃいいじゃんっていうですねことを考えたんですよ。でもこんなでかいロケット作れないというかですねおもちゃにしちゃえばこれぐらいなんですけど実際にこれやるとですねこの後ろが20倍ぐらいになるんですね。それぐらい燃料というのが必要なのですねこういう直接打ち上げ着陸方式はダメだというのが分かりました。だ次にですね分かったと。じゃあ宇宙空間にですね宇宙ステーションを作りましょうと。でこの中で人工重力とか作って中に宇宙飛行士とか技術者がいっぱいいてでその外側にですね月に行く専用の宇宙船というのを作りましょう。月に行く専用の宇宙船だからさっきみたいに羽もいらなければ空気抵抗とかも関係ないこんな虫みたいな感じです。でこれを宇宙ステーションの周りで作って少しずつ作ってってこれが月にザーッと行って月にチャーッと降りて低い重力だからシャーッと上がって帰ってきたらいいじゃないですか。頭のいい人はそういうふうに考えたんですね。確かにこの方法はいいです。おそらくベストなんです。ただ難点を言えば宇宙ステーションを作るのに多分25年でそこにちょっとずつ物を持ち上げて宇宙船を作るのにさらに10年ですね。この10年以内という公約が全く守れないことなんですね。ということでこれもダメになりました。一つですね意外な方式がですね言われてですねこれ結構検討されました。それは何かっていうとですね
月に行って帰ってくるからしんどいんだと。勇気ある若者が月に行ってもう帰ってこないと。でこっから先アメリカは半年に1回ロケット打ち上げ続ける。そこには酸素と水と食料が入ってると。でおまけに家族とかの手紙もちゃんと入れると。でそこで10年でも20年でも月でロビンソン・クルソンに一人暮らしして、なんとか我々が多分20年後ぐらいには帰りのロケットを作れるから、それまで待っていてくれたまえ。そしてもしソ連のロケットが着陸した時は戦えるように銃だけは持たせておこうっていうのがですね、陸軍から出てきたんですけどもですね、ケネディ大統領はダメに決まってんだろうっていう激怒して却下しました。ということでですね、一人の男がすごいことを思いつきます。未だにこの人無名なんですけど、ジョン・フーボルトっていうですね、ラングレー研究所にいたですね、まあ、本当に名もなき技術者なんですね。 NASA でですね、宇宙計画のまあ主流派というかですね、名前がある人って大体どっかの大学の教授とかですね、どっかの研究所の所長だったんですけども、ジョン・フーボルトはですね、大学院を卒業しただけの技術者でですね、まあ、いわゆる平社員だったんですね。しかしこいつが画期的なアイデアを思いつきます。月軌道ランデブー方式っていうやつです。サターンロケットで宇宙船と月着陸船を同時に打ち上げてですね、それをどん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 乗り捨てていく方式ですね。月の軌道に乗るまでにもとりあえずロケットの大部分を捨ててしまって、3人で月に行くんですけど、月に降りるのは2人だけ。それも座る場所もない、立って乗るしかないような月着陸船に2人だけ乗って、1人も軌道で待ってて降りると。でその2人乗ってて降りるんですけども、それがもう1回月軌道を登る時には下半分捨てていくと。全部捨てて捨てて使い捨て使い捨てで、2人が帰ってきて3人合流して、最後地球に帰ってきた時はそれまで その乗ってきたアポロ宇宙船っていうのも捨ててしまってですね、最後司令船と呼ばれるんですけど、まあ事実上カプセルです。 K4 ぐらいの車にアメリカ人のでかいごついおっちゃんが3人乗ってる。それも K4 の前のエンジン部分をカットしたやつだと思ってください。後ろの座席もほとんどカットして2人分のところに3人乗ってるようなところで、ギリギリのカプセルで帰ってくるという方式を思いつくんですね。でこれがその月着陸船の金属製の模型なんですけども、こうやったら大きそうに見えるんですけども、同じスケールで表すと、これあのさっきやったフォン・ブラウンが本当はこういうふうにしようとしていたルナランダーです。月着陸船ってこのサイズなんですよ。めちゃくちゃちっちゃいんですよ。つまりこういう宇宙船を作って月に基地を作って開発するのを全部諦めて、このサイズで我慢したらなんとかいけますっていうふうにジョン・フーボルトが提案したんですね。でフォン・ブラウン最初めちゃくちゃ嫌がってですね、というより NASA のほぼ全員が嫌がって、研究所の科学者が全員が嫌がって、バカ野郎バカ野郎って言ったんですけど、フーボルトはですね一人一人説得して、でも計算上いけると、数式上いけると、いやお前の数式絶対怪しいよと言われながらですね、いろんな人を説得して、ついには掟破りと言われた平社員がですね、 NASA の副長官に直接プレゼンしてですね、月に行きたいんでしょ、だったら俺の言うこと聞いてくださいよと、この月に行きたいんでしょっていう言葉がきっかけになって、このフーボルトの言うことをだん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 みんな、最初コーヒータイムで聞いていて、ランチタイムで聞いていて、ついに会議に上って、で最後はですねフォン・ブラウンが出席する会議にこれを出されて、6時間の激論の末フォン・ブラウンがもうこれは月軌道方式しかないなと、これ諦めてこのめちゃくちゃちっちゃいやつで行こうかというふうに決断した。これのおかげでですね、 NASA は大方針転換をして、あ、だったら60年代ギリで間に合うっていう風になっていったんです。ジョン・フーボルトというやつはですね、学歴とかそういうのがない人たちの、まあ、星というかですね、神様みたいな人なんですけどもですね。なんでこう宇宙ステーションダメなのかと、理由は全てケネディが言ったですね、約束したですね、60年代の末までに。ということなんですよ。あと5年かできれば10年ですね、時間に余裕があったらですね、多分原案の通りシャトルで宇宙に行って、宇宙で巨大な宇宙ステーション組み立てて、そこで組み立てた専用の月着陸船で20人前後を月に送る、50人送るとして、でその3分の1ずつを定期的に交代させて、まるでその南極基地みたいに月にですね基地を建設ができたかもしれない。2つのですね宇宙船がですね並んで飛んでる状態のことをランデブと言います。でこれがくっつくことをドッキングって言うんですけどもですね、このランデブとドッキングというのは実は宇宙科学の中でも最も難しいんですね。地球ではですねこう近づいていってくっつくことってそんな難しくないんですけどですね、ところが宇宙空間ですね、これ軌道というのを通ってるわけです。で
こいつが加速してこいつに近づくアジェンダに近づくときどうなるのかっていうと、ジェミニが加速するとですね、加速したおかげでですね、上の軌道へ移っちゃうんですね。つまり地球の周りを回ってるわけですからですね、これが速度が上がると遠心力でですね、より一段高い軌道に上がってしまうわけですね。というわけでですね、宇宙船のランデブーとドッキングとはですね、ものすごい膨大な計算を要するですね、超難しい技術なんですよ。でさっき言ったですね、宇宙船を次々と乗り換えて宇宙飛行士が2人だけ月に降りて、で3人揃って地球に帰ってくるということは、このランデブーとドッキングを何回も何回も繰り返さなければいけないということで、本当に技術的な問題が山積みだったんですね。ニール・アームストロングと一緒にですね、月に降りた2番目に降りた男、バズ・オルドリンという宇宙飛行士です。こいつが実はランデブーとですね、ドッキングの専門家だったんですね。すでにですね、まあその頃ですね、コンピューター連動で宇宙船を制御する装置ができてたので、そのバズ・オルドリンが得意としてたランデブー計算とかですね、ドッキングっていうのはですね、無意味じゃないかと言われたんです。やっぱり科学者としてはそういう宇宙飛行士がですね、計算してですね、なんかこう操縦するというものがどうやっても信用できないから、全部自動操縦したかったんですよ。ところがいざ打ち上げてみたらですね、オルドリンの操縦したですね、ジェミニ12号はですね、アジェンダ衛星とつながった時にですね、こっちのですね、レーダーが急に故障しやがったわけですね。故障してもうこの計画失敗かという時に、オルドリンはその場で自分が計算してですね、なんとかドッキングまで果たしたんですね。でその他ニール・アームストロングもですね、ジェミニ衛星で宇宙に行ってですね、この時はドッキングした瞬間にコントロールが取れずにですね、1秒間に1回のスピンが始まってしまったんです。これを手動でなんとか止めるということをしました。これによって科学者たちもハッと分かったわけですね。俺たち科学者だけがロケット上げてるんじゃないんだと、フットボールばっかりやっていて筋肉バカだと思ってたあの宇宙飛行士たちって案外頼りになるんじゃないかということですね。ようやっと宇宙飛行士と科学者たちの歩み寄りが始まったのがこのジェミニ計画だったわけです。